はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。6日目でございます。ちょっと我々攻めあぐねております。兵力は10万差。この差を縮めないとですね、陳留に攻め込むことができない。我々釣り出してですね、数的有利を作って曹操軍を迎え撃つ作戦でいるんですが、何せ部隊数が多いので、こう回り込んでですね、強撃されてしまう形を取られております。これをなんとか打破しないとですね、無駄に時間が過ぎ去っていく。陳留を攻略できぬまま我々はゲームオーバーを迎えてしまうというわけだ。ここで我々方向転換していくわけですが、うまくいくのかいかないのか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。というわけでですね、一回引きます。一回引いてちょっとまた立て直します。この曹操とかどうなんでしょうか。向かってくるのか来ないのか、なんか来そうですね。そうそう、どうでしょう。あれ、天意はこちらから、しかしそうそう、こちらに来ますね。ここでうまくいかないかというところ。天意がこっちからか。報告いたします。これをなんとかうまく切れないか。そして陳武が突っ込んでくる。で、豪華を放つが、自身も炎の中だ。ここうまくいけばですね、曹操軍3万減らせますが、どうでしょうか。豪華はすぐに消えていく。そして交渉ですね、親善をやっております。陳武はまあまあよくダメージ与えておりますが、あ、突っ込んできた。まあ来るでしょうね。突っ込んできたところで、ここは弓矢倉を合わせて6面攻撃となっております。なるべく損害を受けたくない。これそうそう、弓矢倉壊しちゃいますね。攻撃力がちょっと強すぎる。テイクの修理が全く間に合っていない。死者がお待ちです。はい、死者カット。曹操の倉庫を返還のお願いでしたが、許さない。中遊戯列、いや遅いよ。やっと出したん。で、曹操がそこに入っていって、陳武は撃破。ここで満点高い。やっと読めた。どうでしょう、平坦を切れるのかどうか。曹操いいポジ入りましたね。ご確認ください。これはめちゃめちゃいいポジ。今のところ大した損害はないですね。いい感じでやれております。曹操の1万4000ですね。これが大きいし強い。ちょっとコーランで耐えてほしいんですよね。このコーラン、コーランが耐えればなんとかなる。おっと、これ家計が広がっちゃったかな。これ、それはちょっとまずいな。あ、違うわ、豪華だ。で、そうそう、前に出る。その方が好都合かもしれない。で、天意はですね、これ平坦切らなくてもやっぱり統率が低いですね。関羽と張飛でやれてしまう。これは失敗したな。そんなに柔らかいと思わなかった。拠点は混乱して燃えております。ここはもう問題なくやれるでしょう。そうそうですね、ギブの強を打たれる前に何とかしたいところ。どうなるか。おっと、一騎打ちだ。武健曹操一騎打ち。こんなことがあるのか。因縁の戦い、81対78。曹操は馬を持っている。勝てるのか。おい、お、勝ってますよ今のところ。いいですね。あーっと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 、ここでどうなる。いや、まだ、いやー、これはまずいまずいまずい。その程度では曹操の武金よ、武金よ、そういうところよ。
ああ、傷を負いましたね。拠点は撃破。しかし、多勢に無勢、そそ撃破していく。さてさてさて、ここは勝ちましたね。流体死にそう。あ、考えもか。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。前兆になってないじゃん、それ。もう本番じゃん。本番よ、それ。ひどいひどい。いや、久々の大勝利ですね。ちょっと兵数見たいですね。こんな感じ。6万9000と全然減ってない。全然減ってない。5000ぐらいしか詰まってない。で、曹操がどうも、龍福を攻めようとしてますね。いけませんね。王将発見。これは増えましたね。同盟更新です。ここら辺はきっちりやって参りましょう。もう先々にね、30ヶ月ぐらい今、やっといて大丈夫ですね。死者が面会を望んでいます。安兵が捕らえて戻ってまいりました。走行ですね。これは1にも2にも3もなく初段だ。こんなところで、もう宗家は無理。絶対に許さない。天竜14,500。これは何でしょう。これ太子寺で要求取りに行くのを邪魔したいのか、なんかそんな感じですね。あららら、ちょっと出てくるの早いな。義兄弟また増やしましょう。安平と誰ができるか。コーランできますね。コーラン、あ、テイクもできる。なんかめちゃくちゃだな。めちゃくちゃな義兄弟になりますが、カンペ、コーラン、テイク、義兄弟はあればあるほどいい。東映の誓い、テイク。お、テイクが長男だ。で、カンペ、コーラン、コーラン、カンペかな。よかったね、いろんな兄ができて。テイク、コーラン、カンペの3人が義兄弟の命を結びました。曹操軍北上ですね。なんか北上してこっちに回ってきたら嫌だけど。竜具がやられましたね。これ多分炎症にやられたか。竜花が後を継ぐ。あ、こんな感じですね。あ、もう落ちるかもしれないですね。もうこれ兵器がズバッとはまれば行くかもしれない。なるほど。竜具が滅びると炎症が強くなる。しかしその隙に曹操が行を取ろうとしている。その隙に我々がですね、陳竜取れればいいんですけど、もうちょいですね。もうちょい兵数が欲しい。てか10万ぐらい欲しい。で、なんかこちら来ますんで、我々迎え撃とうとしておりますが、なんか変な動きをしております。向かってきますね。これはかなり無駄に兵数を減らす系ですよ。いいですね、迎え撃ちパターン。陳宮もここ入ってきますね。工場、陳宮ら引いていきますね。なんてこった。これは龍華ですね。龍具の後を継いだ龍華滅亡してしまう。ここまでは予定通り。死者カットですね。おっと、企画の件かましていく。テイクに、このひとまず陳宮らはもういいので、遠心港ですね、取り上げてやりたいですね。で、上陸しております。ここで大規模な兵站切れ。あ、無理か。あっちがつながってるのか。報告いたします。霊陽港なんとかしなさいよ。上陸態勢ですね。大丈夫っぽいですけど、なんか戻ってくる者もいる。これはどうなんだ。曹操軍行きますね。上陸して行きます。ここで遠心航ダッシュしてしまう。戻ってこないのかな、これ。ここやばいですね。これ龍福もう曹操にやられちゃってる。これ可否守れるのかな。ここで可否取られるとちょっと北海がさらされるんで、いや、ここは守ってもらわないと。これ
まあさすがにいけるか。この兵数ならば。しかし兵数少ないな。これはやられちゃうな。急がないといけない、これは。本当に。神竜取らないといけない場面ですね。だって、遠心攻について、我々は霊陽光取りに行きます。俺、行落ちるんじゃないか、これ。いや、微妙だな。そうでもないな。なんとかギリギリ耐えそう。なんで我々、水際で待ってるのに。ただ、格好炎が戻ってきた。これがどう向かうんだ。こちらに向かってくるんじゃないか。うん、来ないな。しかし、左から満潮。逃走軍、行攻略。失敗ですね。戻ってまいります。ここら辺、こっちに通ってくれればいいんですが。んで、満潮はどう行くんだ。孫策を攻撃。お、なるほど。巨匠が攻められてる。いいですね。ちょっとこの木を逃したくないな。我々。ご確認ください。これ、孫策頑張ってるじゃないか、これ。樹春巨匠。同時工場してますよ、これ。そして、なんだこれ。玄白湖。徳王様が皇陵、行こうとしているのか。いや、行って戻ってきたのか。で、可否は何とか守れたというところで、そうそう失敗ですね。兵数は、うん、若干減っている。っていうか、全然変わらない。ただ、我々の兵数、9万。じっとしてれば兵数増えるじゃないか。もうちょっとじっとしてようかしら、これ。まあ、この水際作戦、やってみましょう。待ってはみましたが、ここですね。来ないですね、これ。落葉入りますね。まあそうですよね。この兵数でここに突っ込んでくることは、ないですね。なので、全力でですね、要求を通って、ここら辺ちょっと、土塁作りましょう。できるかな。神竜2万5000だから今のうちだと思いますが、我々何気に河北上陸、霊陽光を取りました。おっと、牧羊、あ、神竜もか。豊作、まあそうそう、なんかね、豊作関係ないでしょうね。あ、聞いてください。ちょっと待って待って待って、何取ってんの。2マス手前でやられましたよ。命令か。おやおや、火事場泥棒。分かった、気づかれちゃいました。要求を今取り戻しまして、ここに壁を作りたいのですが、うまくいくでしょうか。これが7000出ました。これは何だろう。こっちに来るのか来ないのか。左に輸送ですね。落葉に入る。久々にね、こちら側出ましたよ、我々。壁の向こう側。進撃の巨人が来るところ。はい、死者カットでございます。何が進撃の巨人なんでしょうか。もう。関外行きましたね。トトックだったような気がするけど。関外にあげたものが全部戻ってきました。ご確認ください。千ウホが在野にいましたね。これは何だろう。出立いたします。竜具か。竜具のとこですね。で、ここら辺も86とかありますけども、どうせね、福頃にはあげられちゃう。まずいですね。曹操軍、深夜を攻め始めましたが、さすがに孫権、懐が深い。これは弾けるでしょう。弾けないと、相当困る。いいですね。そっちに向かっていますね。今のうちに陳留。攻めやすくしたいところ。おっと、千歩、断りやがって。何のために来たんだ、ここに。湖畔、千歩を訪ねました。どうでしょうか。全然ダメだな。これは欧州。ダメ。節底。ダメ。やべえな、これ。在野なのにこんなに取れない。お、また節乱が、遠心攻取りに行っちゃいますね。許せないな。いたします。張飛を向かわせましょう。ここにいるけど。そうそう、動きましたね。これこっちかな。巨匠1万1000、円も6000ですね。これバラバラと出してくるのがね。うわ、こっちだ。これ、これを倒すにはどうしたらいいか。
こっちかな。行はとりあえず取りましたけど、ちょっと率は嫌ですね。当たりたくない。こっち来ますね。どうなんだ。おっとコーラン、ちょっと触っただけよ。一撃かよ。ですぐ先方打てるのね君はね。おかしな話。北川満潮らが進んできますね。リゲンの1万1000がちょっと大きい。まあこれは来るなら来るで、ここ片付けてからでいいでしょう。でここはもうさすがに勝てる。リツーとか捉えたいですけどね。あ、いいですね、突っ込んできますね。全部片付けましょう。これは1ターンで拒否撃破。お、突っ込んできますね、無謀にも撃破。うん、捉えられればよかったんですが、このまま引いてまいりましょう。賃料1万5000。おい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 、今片付いたとこじゃないか。行を取ってこれ戻ろうってのがちょっと気に食わないのかな。これでも追いつく？追いつかないでしょ。あ、でもちょっと触るかも。こちら防御陣形取りつつ、あれ全然進んでこないんだから。チンブ、何これ、あれ、あ、死者カットでございます。なんだこれ、時間合わせしてきやがった。これは結構兵数差あって部隊数も差があるので、あんまりやられないで倒せると思いますが、どうでしょう。ちょっと先鋒出して頼むからって言ったら出した。軍神連鎖だ。4800、もうちょい欲しいですね。劉備が入って太子寺も来た。あー、チェンブは逃げるぞ。まあ逃げてもいいか。結構ね減らしましたからね。じゃあこのはぐれ天衣を倒して退却ですね。任せよ。太子寺統率上昇。おっと、チンブ引いたかと思ったら全然引くそぶりを見せていない。騙された。豪華とかかましてきやがった。どういうことなんだ。おいおいおい、チンブに火がつきました。これで太子寺あたりでなんかズバッとやってほしいんですけどね。あー、火でいっちゃいましたね。火つけない方がいいのかななんてね思っちゃいますけど、これ一旦戻ってですね、立て直してどうかな。そこで陳流攻撃間に合うかっていう感じですね。ただ古老館巨匠2万ずつがあります。で孫権やっぱりですね、カウンター言ってくれてますけど全然ですね。これまたこれ逆にカウンター食らいますね。ただ孫権の兵力かなりありますんで、パワーゲームでは早々に負けなそうですね。あ、孫権じゃない、孫策ですね今ね。我々も何気に今回歩が増えました。北方に増えて魚にも行けるようになりました。ここまで行ったらもう関東しかないですからね、取ってない歩は。いや、これで取れなかったらかなり難しいってことですよ。いや、難しいんですけど、かなりもう無理ゲーってことですよね。これだけ歩は取れるのに攻められないっていう状況でしたら、いよいよ次回陳留攻撃しなければいけない。きちんと計画すれば一発でいけるかもと思っております。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンはグググググッと押しちゃってください。バッドボタンはバババババッと押さないでね。またんご。